ファイナルゲーム、レディーゴー。さあ、アスカナボールでスタート。ドライブ、おお、バックビハインドのバウンズパスですか。バックビハインドのバウンズパスで死なれないからファーストスコア、アスカヤマチリープロスタンスがゲット。さあ埼玉リプラ、さあ2ポイント決めまくってここまで来たぞ。インサイドスコア。さあ日陰帰る、ドライブ、小林晃、スコア。バンクシーに、さあ先ほどから本当にボードを使うのが上手です。オフボールでのスタンスがゲット。さあ埼玉リプラ、さあ2ポイント決めまくってここまで来たぞ。インサイドスコア、1点ビハインド埼玉リプラ。さあどうする、ドライブを選択、しかしフォロー、おお、合わせた、同点同点。これはなんとかターンオーバーにはならず、おお、グッパー、14-10のスコア。これは引き切れず、さあキラーインスティクトもお持ちです、品田大選手。さあインサイド、これはドローファール、ファールがあります。残り時間8分51秒、3対2、ワンポイントリード。さあハンドオフ、ドライブ、インサイド、スコア、4対2。さあ返していけるか、フェイクで飛ばして2ポイント、フォロー、アスカヤマキャッチャーのシュート、2ポイント。ナンバー17シナランデイ。さあこれはファウルをなく守った、そしてトランジションスコア、7対2。さあリードを広げるのはホワイト、アスカヤマ、インサイドパスをつないでスコア7対3。残り時間8分4秒。さあこのファイナルまだまだ元気です。さあこの2ポイントは決まらず、しかしこのもう一度打ち直して、シナダダイの2ポイント、恐ろしい男だ。ノファウル、スコア9対4。フォロー、さあどちらのファウルだ、ブルーにファウル。さあ残り時間は7分37秒。さあ 3x3 9対4、この5点の差、なんか大きくないリードに思えてまいりました。ドライブ、スコア10対4。本当に何が起こるか分かりません、このスポーツ。ドローファル、さあドライブ、これを抜けた、レイアップ。さあ岸のレイアップが決まって10対5、5点。これはファールです。さあホワイトボールでリスタート、残り時間7分11秒。さあ本日のチャンピオンは飛鳥山か埼玉リプラか、さあどっちが最後に笑うのか。フォロー、さあ時間は間に合った。そしてなんと品田大のもとに、おお、これはファール、エンドワンはならず、悔しがっております。ナンバー26、ジュオン
10。ワンショット。さあ優勝へはとても大事なフリースローになります。ワンショット。決めました。テイクで飛ばしてずらしてツーポイント。さあ11対5。さあここついていきたいぞ埼玉リプラ。ツーポイント、ボール、小林明インサイド、10 12対5。さあ落ち着いて、いやしかしツーポイントを狙った。12対5。さあ守れるか、ツーポイント。さあやさあさあこれは外れてポゼッションも飛鳥山へ。さあ品川12対5。さあ守れるか、ツーポイント、もらったか品田。さあツーポイント来るんじゃない、やっぱり来るんだよ、来るんだよ、予感がしてきたよ。リバウンド、さあディエス激しい、ディエススチール、よく取った。インサイド、ここは1点をスコア。さあまだディフェンスから流れを持ってこないといけない埼玉リプラ。そして品田のスリーポイント、 M1。 わー、そういうことあります。さあまだディフェンスから流れを持ってこないといけない埼玉リプラ。そして品田のスリーポイント、天井を吹っ飛ぶんじゃないでしょうか。ワンショット。19点。さあ最後まで諦めない、最後まで諦めない、埼玉リプラ最後まで戦う。さあ、おほー、これはボスハンドダンクフィニッシュ、見せてくれます、チェリーブロッサルです。さあそしてこのツーポイントはスコア変える。さあ品田がボールを持った、品田のハンドル、ステップサイドのツーポイント、